平成23年1月31日月曜日午後、衆議院予算委員会に出席し、平成23年度予算案について基本的質疑が行われ、委員からの質疑に答弁しました。その後、総理大臣官邸で第4回となる政府与党社会保障改革検討本部会合を開催し、社会保障制度、税に関わる番号制度についての基本方針について話し合われました。また、番号制度創設推進本部の設置が決定されました。社会保障について、より良いサービスを受ける、あるいはより公平なサービスを受けるということと、まあ、税においても公平な税制度を実現するという、まあ、こういうことになるので、まあ、これから国民の皆さんに本当にこの意味を十分ご理解いただけるようにそれぞれの努力をいただきたいと思います。2月1日火曜日、国会内で大雪等及び新燃岳噴火に関する関係閣僚会議を開催し、大雪などへの当面の対応、霧島山新燃岳噴火への当面の対応についての方針を確認しました。それぞれ性格はやや変わりますけれども、しっかりとこれに対応しなければならない、まさに、国民の全員、安全に関わる課題でありますので、それぞれの関係のところで、自治体と一緒になって、取り組みを行いたいと思います。続いて、2日目となる衆議院予算委員会に出席し、平成23年度予算案について基本的質疑が行われ、委員からの質疑に答弁しました。2日水曜日、3日目となる衆議院予算委員会に出席し、平成23年度予算案について基本的質疑が行われ、委員からの質疑に答弁しました。3日木曜日、4日目となる衆議院予算委員会に出席し、平成23年度予算案について基本的質疑が行われ、委員からの質疑に答弁しました。4日金曜日、国会内で2月3日に爆発的噴火が観測されたことを受けて、霧島山新燃岳噴火に関する関係閣僚会議を開催し、霧島山新燃岳噴火への当面の対応についての方針を確認しました。まあ、この噴火どこまでに拡大するあるいは継続するかなかなか分からないと思いますが、しかし警戒をより強めなければいけない状況だと考えます。特にかつての火砕流によって死者が出たようなケースもありますので、そういうことがないようにしっかりと。午後には総理大臣官邸で佐賀県の古川靖知事による表敬を受けました。5日土曜日、総理大臣官邸で第1回となる社会保障改革に関する集中検討会議を開催し、今後の進め方などについて話し合われました。国民の皆さんと一緒に議論するというか、国民の皆さんにとっても分かりやすい議論でなければならないという点では、最も全員の意見が一致したように思います。しかし、あるところでそれがなかなか超えきれていない、まあ、それは大きく言えば政治の責任が大きいわけです。